はい、谷口まさしです。谷口まさしの YouTube TMT ゲーム実況に挑戦する TMTG の時間です。今回はですね、マインクラフトをやっていきたいと思います。前回ですね、前々回ですね、大惨事が起きまして、とんでもない発見、地下にですね街を発見して、そこからゾンビが湧き出てきまして全滅、もう何回もゲームオーバー。それを払拭するためにですね、この鎧や剣を揃えるために鉄鉱石を探しに行こうと言ったら、前回またですねゾンビが湧き出る何か道具みたいなところ、それ CD を拾ったりとかしたんですが、そこで運よく倒せてね、全部。どうやら皆さんコメントありがとうございます。あれがね、1回目に見つけたところが地下要塞といって最後の場所らしいんですよ。どうやらなかなか見つけられない場所を運よく見つけちゃってると。で、あのゾンビを呼ぶのがゾンビスポーナーと呼ばれるもので、あれの周りに松明を置けばゾンビが出てこなくなるみたいなこともコメントで教えてもらいました。ありがとうございます。つまりは結構最後の場所みたいのを見つけちゃったんですね、たまたま。なので、あの砂漠の町を一応最後の拠点にするべく、あの町を強固にしたいと思います。で、いろんなものを集めて、あの地下要塞に乗り込もうと。で、教えていただいたの、これもコメントありがとう、本当に。あのね、ゴーレムっていうのを作って、町を守った方がいいですよと。で、そのゴーレムを使うにはやっぱり鉄鉱石、鉄が必要ですし、あとカボチャが必要なんだって。アップなので、カボチャを探しに行こうと思っていろいろ探し始めたんですが、なんとですね、ここまた久々に、もう一個の町ですね、最初全滅させられちゃった町、俺が助けなかったから。で、ここに来て、あれ、ここに入ってなかったっけな、カボチャとかやって、で、またやっぱりね、探し回らないとダメなのかな、カボチャといろいろ探し回った結果ですね、なんとすごいとこ見つけたんで、ちょっと来てください。もうなんとなんとなんですよ。で、こうやって草原をね、こうやって見てたわけです。いろいろこうやってなんかないかなって、こうやっていろいろ見てたわけですよ。そしたらですね、まずどっか違う穴から入ったんですが、そこがとんでもない迷宮になってまして、いきなりこっから出てくることができたんですよ。ね、で、これ印をつけといて、なぜ印をつけといたかっていうと、見てください、見えます？なんかさ、何なのあれ、これなんか下になんかあるっぽくない？違うのかな。ほら、歩いてる人いるよね。あれ、何なんだろう、ここ。なんか明らか何かが、ほら、ここありそうな空気しないですか？しますよね。あと、なんかあっちのさ、ほらほら、あ、これか、こっから入ったのか。で、これだ、こっから入ったんだ。なんだこの街、こんなところっつって、こっから入ってって、あ、ここもそうなんだけどさ、なんかあの色なんなんだろう、あそこって思うじゃん、あの青っていうかさ、濃い、あの山とか立派にできてんだよね。すごいよね、あそこ。なんなんだろう。で、何なんだろうって思って、かぼちゃ探しながらこうやって歩いてたら、あそこ何、あの入り口みたいな、あるよね、前に見えます、あるよね。あれあれ、これ何何、え、ほら、すごくないこれ、ここ何なん、この奥も行けん、で、あっちは何なん、
マインクラフト恐るべしですよ。霧がね、何この、だからあんまさ、下にいっぱい掘ってく必要とかあんまなくてさ、なんかあの奥あるもんね、ほら、ちょっと行ってみようか、もうこの際。ほら、何なんだろうこの辺。もうだって普通に石炭があるし、ちょっとまあ石炭を後で掘るとして、ちょっとカボチャを見つける探検だけど、新たなところに行ってみようと。ほら、すごい雪？雪か。雪だな。何なんだこの辺。普通に石炭が落ちてるな。けど寒いとこにかぼちゃって生えてなさそうだよな。いやーけどこれ奥にも、あ、なんだあれ、奥にもまだまだあるな、何かしら。ほら普通に石炭あるもんね、掘らなくても。いやー、マインクラフトキリがないな。ちょっとやることをちゃんと決めないと、やりたいことがいっぱいすぎて何していいか分からなくなっちゃうね、逆に。いやーけどカボチャってそう簡単に見つかんないもんなのかもしんないな、こうして考えると。まずはやっぱり鉄鉱石をいっぱい集めるっていうところから僕は始めていきたいなと思いますので、この前ねちょっと探検して、うわここの奥もつながってんだな、あ、おおおおお、ちょっと待って落ちちゃった、やばやば。この前探検して途中で諦めた、ここですね、ここを行きたいと思います。結構深くてここも、まあ、石炭はいいとして、ほらもうね行った形跡があるでしょ。これ掘ったんじゃなくてこのままあったんですよ、こういう風に。でまあまあ少々敵もいましたが、ほらまだね行けてないとこがあるんだ。ちょっと行ってみましょう。またなんかああいういっぱい出てくるとこじゃないといいな。いやけどね、もう俺も昔の俺じゃないからね、そんな簡単にはやられんよ。わすごい深いな。あった、やった、鉄鉱石発見。なんかね鉄鉱石のブロックっていうのが必要なんですよ。その鉄鉱石いっぱい集めて鉄の延べ棒を作って、鉄の延べ棒からそのブロックっていうのを作るんですけど、だからかなりの量のブロックが必要で、しかもだから鉄鉱石が必要で、これ道分かんなくなっちゃうんだよな。もうすでにちょっと分かんないわ。あ、何？なんかいる。いや、めんどくせえな。この上ね、この水を覚えとこう。ここに印をつけて、おここですよってね。いっぱいつけとこう。OK。で、ほら、めっちゃ深いでしょ、これ。あ、待って。あーって聞こえた。完全に。こっちも行ったよね、ここも行ったんだよ、行ったね行ったね。ちょっ
と行ったところ印つけとかないと分からなくなっちゃう。ここも行ったよね。溶岩が流れてると。オッケー。どこだ、あの、あーっつったのは。ぶっ倒しちゃう。いや、あの、いっぱい出てくるのだけ勘弁してほしいんだよな。おは？うわー。うわ、こっちもあんの。なるほど。おわ、すげえ。広いね、ここ。けど、あの、牢屋とかがないから、多分大丈夫だってことだよね。あの町みたいなのが作られてるとさ、いやすげえ奥まであんな。一応石炭と、おー、いた、クソが。この下もあるってことね。うわ、めっちゃあんじゃん奥まで。なんだよこれ。いや、ほらほら落ちた、ざまみろ。相当奥まであんなこれ。なんか最近放送しようとするとこういうばっかになっちゃうな。怖いとこばっかになる。これ実際さ、見てる人もちょっと緊張するよね。こんなうわーって声がさ聞こえ始めたりさ。いいね。だけど、なんかまだ声聞こえるな。ね、あってね、損はしないからね、石炭は。取れるだけ取っときましょう。一応剣を装備してこの奥も行ってみよう。うわお、めっちゃ広いなここ。何何これ。うわ、わかんねえ。あれ、これつながってんのか、この上と。はっは、なるほど。あれ、なんか多分違う場所だなこれ。なんか色が違くない？しかも、あ、夜だからか。なるほどね。あ、なんかこれ繋がったっぽいな、どっかと。あ、あぶねえ。ふざけんなよ。あっち来て行くしかね。おお、何これ、何これ、すげえ、何ここ。いやいや、どうやって行けばいいのこれ。あれ、これ鉄鉱石じゃね。お、なんか撃たれてんな、どっかか。うん、届かねえだろ。お、届いてるな。ちっしょ、倒し行くしかねえか。ってことは、丸石、あー、ちょっと足りねえな。めっちゃくちゃ撃ってんなおい。ちょっと待ってよ、鉄鉱石取らせて、勝負してやるから。
あ、これ、あ、溶岩もある。マジかよ。あ、落ちちゃった。ちくしゅ、行くしかね。ぶっ倒してやるよ、ほら。あ、なにこれ。どうなってる、どうなってる。あ、わかんない、わかんない、わかんない。え？パニック、パニック、パニック。倒した？倒したね。ちょっと待って、どこ？これ。何？めっちゃ流されてた。パニックだったぜ。いや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 、もう絶対わかんない。どこがどこだか。どっかに落ちちゃったんだな。なんか閉じ込められてる感半端じゃないんだけど。あれ？あれ？これどっか流されちゃったのかな？あ、まだいる。何？どこにいんのよ。汚ねえぞ。よし、いや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 、汚い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 。いやいや、見えない見えない。どこどこ。いや、はめられてる。オッケー、倒した。危ない。銀の鎧強し、結構食らったのに。いや、絶対見えない。パニクる。いや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 、もうこりゃ大変だ、ここは。いやいや、石炭だらけですごい嬉しいんだけど。あ、もうこれ外なのかな、これは。あ、ここに繋がるんだ。うわ、まだあんのこれ。すげえな、この広さ。はあ、ちょっとこれもう戻れる自信ないな。あった、やったね。いや、なんかすげえ取れてるな、ありがたいことに。苦労してる甲斐がある。うん、 OK。 結構取れたんじゃない。あれ、ああ、18個取れてるもんね。ナイス、18個はでかいね。いや、すげえな、ここ。けど、あれだね。さすがに、あの、要塞とかとは違うね。さすがに、あそこまではいない。あの湧き出方、異常だったもんね。あれ、これなんかまた違うとこから出てきちゃったな。どこやねん。あ、あった。すげえ。あ、いい感じこれ。ああ、わわわわ、すごいすごいすごい、いっぱいある。ってことはさ、これやっぱ残すはもうかぼちゃ、かぼちゃをゲットするしかないな。
とりあえずこれはいいわ。どっかに出ましたね、うん、どこに出てきたのこれは。はっはー、また全然違うところに出てきたんだ。あ、まあけどこういうところがあって、いやこれ全部この辺地下行ったあんな感じになってんだ。やっぱいよいよあそこ気になるね。ここなんか泳いでない？ここの下気になるよね。これほらあそこあの辺気になる。これめっちゃ歩いてるもんねゾンビが。どうやったら行けるようなんだろう。海の中息できねえもんな。いや今日は鉄鉱石がめっちゃ取れたな。いやけど望みの かぼちゃってどこにあんだろう。ちょっと待てよ、一回この鉄鉱石だけはねちょっと置きに行きたいよね、何かあった時のために。かぼちゃ、かぼちゃってどういうとこに生えるんだろう。寒いとこなのかな、あったかいとこなのかな。なんかイメージあったかいとこの感じするけど、ちょっとこの鉄鉱石だけをまず置いてって作ってもらいましょう。これです、鉄のブロックっていうの今2つあるんだけど、これをね4つ作りたいんですよ。あと2つ、これでだけど多分揃ったと思う。うん、でこういうのねちょっといらないの中に入れて OK で、これを焼いてる隙にちょっとあっちが逆側行ってみるか。ちょっと一回ご飯を、はい、よし。ではあ、なんかぶっ壊されてる。あ、マジがぶっ壊されてる。嘘やん、これはやばい、これはやばいよ。いやいやいや、どうしよう、とりあえず、あ、そっか、なんてこった。ちょっとごめんね、応急処置だけど、はい、とりあえずで、いやいやいや、かぼちゃ、かぼちゃどこにあるんだろうな。まだ調べりゃ出てくんだろうけど、あ、ここもすげえな、おい、あ、嘘嘘嘘、ちょっと待って、さん、やだ、まだ今日は行きたくない、こんなとこ。いやー、1日2つは無理っすよ。ねえ、ちょっと一応ここに分かりやすいように階段を作っておきましょう、こうやってね。はい、これってで、
けでしょ。かぼちゃ、かぼちゃってやっぱなんだろう、普通に草原に生えてるもんなのかな。いきなり調べりゃわかんだろうけどな、なんかそういうのあんま調べたくないな。さすがにね、ゴーレムの作り方みたいなの調べちゃったけど、かぼちゃがどこに生えてるかは、なんか海の中とかには生えてないよな、さすがに。ちょっと渡ってみるか。さすがに俺も強くなったから大丈夫だろう。ゴー。やっぱ今まで見たことないってことは違う土地に行かないとないってことだよね、多分。バラ、バラで、まあサトウキビ、またこういう風に旅してると余計なとこ見つけちゃいそうで怖いんだよな。あー、しかもこの際ベッド持ってくればよかった。どこでも寝れるように。いやー、これは、うわ、またすげえな。これも当てのない旅だな。かぼちゃ、かぼちゃ、行ってみましょう。ちょっと夜になるまで頑張って。ちょっと一応、こっちはやな、かぼちゃじゃねえよな、木だな。ちょっと万が一のために一応羊も買っとこう。いつでもね、ベッドが作れるようにと言いますか。なんか随分遠くまで来た気がするんだよな、もう。あれー、ないよねー。あれ、何これ、取れてるのがあったの。あ、キノコが入ってる。また地下洞窟がある。怖いよ。ちょっと地下洞窟恐怖症になりそうだよ。いっぱいキノコ入ってんな。やべえ、さすがに遠く来すぎてる可能性がある。これ地図も持ってきてねえし。あれ、これかぼちゃじゃない？ねえ、これかぼちゃでしょ。これをハサミを使って、あれ、ほら、やった、なった。ほら、取れたんじゃない。飾りかぼちゃ取れた。やった、かぼちゃ見つけた。ってことはこれ一応かぼちゃを持って帰れば、こっから種を作ればかぼちゃいっぱい作れるのかな。あ、いっぱいある、かぼちゃ。やった、いっぱいあったよ。これでゴーレム作れるんちゃう。ちょっとあとは皆さん、僕が無事に帰れることを祈ってください。
やば、これどうやって変えればいいんだろう。かぼちゃゲット。やっぱ生えてんだ普通に。あ、なんか暗くなってきた気がするんだけど、気のせい？なってるよね、なってるよね、確実に。ほら、やばい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 、マジでやばい。マジでやばい。ちょっと羊も一応殺しとこう。いやいやいや、全然わかんねえよ。え、ちょっと待って。お、やっぱり出てきやがった。ざけんなよ。あれ、剣がないね、剣が。違う違う違う。何、焦んな焦んな焦んな。うわ、めっちゃいっぱいいるじゃん。どこかわかんねえよ。わかんねえよ。あれ、ベッドはやっぱあれ作んないとダメか。やべやべ、エンダーマンがいる。エンダーマンはやばい、エンダーマンはやばい、エンダーマンはやばい。作業台を作る。置く。置く。置く。おし、ベッド作れる。で、ちょっとここ、あ、嘘でしょ。あ、ここ危険、寝るの。わあ、いっぱい来んじゃねえかよ、ふざけんな。いや、言ってられない。置く。よし、オッケー、寝れた。ほい、朝起きたら囲まれてるとかないよね。オッケー、危ね、助かったー。オッケーオッケーオッケー。あれ、先ほどどこ行った？もういいや、もう。あったあった。ざけんなよ。オッケー。いや、俺強くなってる。あとは帰れれば家に。頑張って帰ろう。どこだよ、どこだ。あれ、こんな泳いだっけ？泳いだよね。いや、何が何でもかぼちゃを届けなければ我が町へ
え、なになに、なんかいるな。なんだよ、なんかいたな。まあいいや、ちょっと相手にしてる場合じゃないんだ今は。とにかくあれ、なんか全然あった、あった、いえあったよ、あったよ、助かったよ。無事帰ってこれたよ、よかったよ羊、この野郎、この野郎帰ってこれたよ。危なかった、よいしょ。で、あの出来上がってるであろう延べ棒、お、業者さん、よう、延べ棒を見ますと、まず、はい、出来上がってますと。あれ、物がいっぱいだ。あ、こっちもいっぱい。すごいな、物だらけだな、これ。いらないのはとにかくしないとな。あ、かぼちゃの種ゲット、やったね。で、え、かまどで取るで、作業台、鉄ブロック1、2と、はいはい。で、え、ゴーレムちゃんはどうやって作れるんだろう。4つ、ちょっと待てよ、取り出そう、取り出す、はい。で、出ないね。なんかこれをこれをT 字に置いて、T 字に置いて、こいつを頭につる、あれ出ないな、あれ違うのかな、やっぱ作り方が。違うのかな、ちょっと俺作り方間違えたのかな、見方。あれ、ちょっと見方間違えてるかも。ジャックオーランタン？いや、違うな。ちょっともう一回見方ちゃんと確認して作るわ。けど、いずれにせよ、かぼちゃが作れたから、かぼちゃが取れたから、まずそれを育てるっていうのをやった方がいいよね、絶対。うん。で、かぼちゃを育てて、で、その、ゴーレムを作る技をちょっと調べておきます。はい、ちょっと長くなりましたが、今日は大冒険、いろいろこれ作ってみてもいいのかもしれないな。まあ、けどちょっと調べてから作ってみます。はい、というわけで、今回は
カボチャを取る旅、あとまあいろんなところも冒険しましたけど、どうにかカボチャを取れました。あと鉄鉱石もね相当取れたんで、あとは次はゴーレムをぜひ作るところを見せたいと思うんで調べておきます。谷口正史の YouTube チャンネル TMTG、今日はマインクラフトやってきました。最後までご視聴ありがとうございました。また次ゴーレムで会いましょう。では谷口正史でした。じゃあね。